参議院選挙公示後初めての日曜日。候補者は県内各地で絶戦を繰り広げました。改選二議席の静岡選挙区には。届出順にご覧の八人が立候補しています。公示後初めての日曜日となった今日。候補者らは県内各地を精力的に回り。それぞれの場所で有権者に支持を訴えていました。 期日前投票所は県内132か所で来月9日まで行われ投開票日は来月10日です。